どうもこんばんは、カズチャンネルのカズです。走っても痩せませんいや、ほんとなんでだろうね。っていうかね、今この部屋がちょっと待って、もうちょっと明るくしよう。よー、そんなもんか。いや、実はここがね、新しいカズ部屋でございます。ここにね、パソコンとかいろいろ置いていこうと思うんだけども、まあそれはまたおいおいですよ。ほんでね、本日はついに再開ですよ。というわけで、あの子をご用意いたしましょう。っていうかね、見て短パン履いてみたんだけどさ、なんか少年感がやばい。では行ってくぞ。よいしょ。どうも、ロードバイク再開です。はい、というわけで本日はね、あとロードバイクでございます。いや、もうかれこれね、どんだけだろう、買ったはいいけど、最初はやったけど、そっからね、もう3年4年とやってこなかった。改めてね、私が持ってるロードバイクなど、ご紹介したいなと思います。では早速、行きましょう。もう4、5年前のモデルにはなってると思いますけども、なんだろう、CLX。まあ、よくわからずにね、いとこがすごい自転車好きなので、そういったおすすめで、購入いたしました。コルナゴってやつなのかな、これ。ほんで一応ね、これカーボン。結構軽いんですよ。片手でね、これ持ち上げれるぐらいね。ほんでこれお尻部分がね、こういったやつ、大体そうなんだけど、硬くて細いの、これ。うん。結構ね、股間痛くなるから、なんか専用のズボン履いたりしたりするわけ。ほんでこっちの方で、ギアチェンとかがね、左右でできるようになっております。ほんでしばらくさ、これ父ちゃんに貸してたんだけど、謎に父ちゃんがね、ロードバイクにハマり始めてさ、ただね、ここの傷見える。一回こけてたわ、父ちゃん。一回こけてた父ちゃん。ほんと危ないんだから。っていうか、靴をなくしちゃってね、私ね。これを、こっちのタイプにしました。普通の靴でも乗れて、こっちはガチャコンってはめることのできるやつ。あとは、これピカピカ。トンネルとかあるからね。トンネル危ないから、このピカピカ光るようにしたりとか、ライトとかもつけてる感じでございます。まあ、これはね、いつもお得意の、福井で有名な、堺サイクルだったっけな。そちらの方でもすべて、バリッバリにセットアップ完了でございます。ほんで今回はこういう靴ですね。まだね、これだと歩きやすいんですよね。なんかほんとガチのやつは歩きにくいの、ちょっとそれ嫌だったので、今回このタイプにしました。ほんであとはね、ここだな。簡単にね、取り外しができるとは思うんだけども、まずこれ取り外しますよね。あ、外れた。まあ、とりあえず両方取ろうか。いや、最近ね、実は、うちの父ちゃんコラボっていうかさ、お酒の CM っていうか、仕事したと思うんだけど、あれの前日にさ、退社してて。うん。いや、もう何歳なんだ、うちの父ちゃんね。70とか言ってんのかな。まあ、とにかく、ようやくお仕事辞めたみたいで、今からね、もう私と一緒ですよ。とにかく人生を楽しむんですって。だからね、自転車、うん、ロードバイクハマってたから、うちの父ちゃんにロードバイクね、買ってあげた。いや、珍しいんだよな、うちの父ちゃんがさ、そういうのにハマるっていうのは。もううちの家で唯一ね、タバコを吸う、お酒もよく飲むっていうね、もう健康に悪いキャラだったんだけど、なぜかね、ロードバイクにハマるっていうね、まあ息子としてもね、少し嬉しかったです。あとは、あ、こっちのような気がする。ちょっと今ね、仮でつけとくわ。なんか、しょうごさんだったっけな。父ちゃんが自転車の YouTuber いるから、それに付け方書いてあるから、見とけって言われたからね。じゃあ、後で教えてもらおう、これ。あ、これ絶対違う付け方やわ。今ちょっと仮付けということでね、カチッとはまるかだけのチェックしてみたいと思います。よーし。まあ、絶対違うんだけど、この状態で、あ、これだよな。あ、音が気持ちいい。お、はまった。バチンってちょっと画面外で押し込むとはまるんだ。あ、なるほどね。ほんで多分ねじるとガチって取れるような感じなんだけど、これで自転車を踏み込む時と引く時の両方の力が加わるからすごく楽になるんだよね、これ。わぁ、嬉しい。くっつきましたわ。はい、とまぁ、こんな感じで本日終わりたいなと思います。ちゃんとね、先ほどの靴もセットアップして、とりあえずお外走りだな。父ちゃんとツーリングコースなんかも楽しいかもしれないけども、最後にね、こちら価格なんですけども、当時、なんと30万円でございました。ただね、こんな、30万も出さなくても10万とかね、そこら辺でもうかなり立派なのもあるから、まずは最初そこら辺ぐらいから始めるのがベストだと思います。よーし、今年は絶対痩せるからな。っていうか、これの試合とかも出てみると面白いかもしれないね。とにかく痩せるぞ。以上、カズさんのロードバイクでございました。